はい、皆さんこんにちは。本日は裁縫ですね。妖艶魔女のドレス下の縫い方について解説していこうと思います。まあ、なんだか最近は結晶装備とかさ、結構簡単めなやつの縫い方とか叩き方とか、まあ上げさせていただいてたんですけれども、まあ今回ね、ちょっと最新装備の方もやっていこうかなと思って、まずね、妖艶魔女の下の縫い方をちょっとね、お話ししていこうかなと、解説していこうかなと思っております。はい、では早速ね、やっていきましょう。で、使う針なんだけど、どっちでもいいですね。光でも輝石でも好きな方でやっていただいていいと思います。6マスのね、光ってね、ほんとね、まどっちもいいところがあって悪いところがあるみたいな感じなんで、まあ自分の使いやすい方を使ってもらって全然いいと思います。はい、でまず素材ですね。上からマゴニア草、魔の焼石、大地の羽毛、大きな骨、天津の糸。まあ、原価はね、結構変動するんだけど、今現時点で言うと95万ぐらいかな。はい、でやっていきましょう。はい、まず数値ですね。上が250、この2つね。で、ここの、右のとこと、こっちの左下のところが130。で、ここが150、150っていう感じになります。で、まず縫い方なんですけども、まず最初最強ターンで光るんで、そこに合わせて、どこが光ってもいいようにするために、まず上を50以上っていうね、数字まで進めていきましょう。50以上ね。ここ、ハテナの運が悪いとね、50以上いかなかったりするんだけど。まあそれはそれでしょうがないんでね。はい、でまず最強ターン光りましたね。はい、で130のとこ光ったんで、この場合はまず巻き込み縫いで内周で当ててあげましょう。これでね、会心が出れば本会心になります。はい、次に強いターンで光るようになるんで、それまでにね、他のところの調整をしていくのと、今会心出なかった場所に関しては速やかに、黄色くなるように埋めてあげてください。で、次、強いターンの時にね、ここ26埋めれるようにしていきましょうか。はい、まず精神統一を入れます。はい、で、ここ26ね。27。はい、また130のとこ光りました。強いターンの場合はここ2倍抜いていきましょうか。はい、会心出ましたね。今回心130取れました。はい、で、次はハテナで光るんで、ちょっとね、ランダム性があるので、ちょっとどうしようかなって感じなんだけど、万が一、ここのハテナで強いが来たら、そのまま強いを統一してあげてもいいです。今回は弱いだったんで、何もアクションは起こせない。はい、強い来ましたね。で、ここで2倍縫いをしてあげましょう。はい、128は本返しでね。で、この次もまた強いターンで、光ってくるので、それまでにね、他のところの数値を整えてあげましょう。上があと116なんで、レンジ OK だね。まあ、全体的にレンジ OK です。はい、ここで精神統一を入れましょう。はい、で2倍縫いで OK ですね。115っていう残りなんで、2倍縫い。はい、会心出ませんでした。ここはあとじゃあ次の弱いターンで埋めてあげましょう。おっと、会心出ちゃった。残り7。はい、いいっすね。で、ハテナターンでまた光るんで、ここに関してはもうちょっとね、運の要素が強くなっちゃうんでね。まあ、縫い方によって、光り方と、縫いパワーによって縫い方を変えてあげましょう。まあ、できればね、会心取ったら入るような形で縫い進めてあげるのがいいと思います。残りが35。はい、34。で、次光るかな。残りが25なんで、で、今誤差がね、2っていう状況なんで、加減縫いしてもいいと思います。14引いて28引いても、縫いほぐしが、糸ほぐしか、ができますので、ここは加減縫いで大丈夫ですね。はい、回心取れました。はい、といったところでね、大成功していきました。集中も結構余ったね。
光ターンに合わせてどこが光ってもいいようにするっていうことと、次何のターンで光るかなっていうのをちゃんと把握しておくことで耐性効率かなり変わってくると思うんで、そこをね、把握できるようにしておきましょう。ではもう一回。はい、まずは上を50以上まで縫い進めていきます。あんまりね、弱いとかばっかり来ると本当たどり着かない時あるんだけど、これはたどり着くね。はい、調整完了からの、今回は150のところが光りました。なのでここは2倍目ですね。本回心取れました、150。はい、じゃあ、あとはまたね、強いターンで光ってもいいように、調整の方していきましょう。はい、これでどこが光っても大丈夫。ここが光った場合は3倍目です。はい、回心出なかった、回心出なかった場合は速やかに埋める活動をしていく。20、13、最強か。はい、このハテナ光ります。はい、ここはね、3倍抜いて OK ですね。はい、130取れました。で、13ってすごい取りづらい数値なんですけど、巻き込み縫いとかするとね、ちょうどいい数値出たりするんで、10。まあ、次弱いターンでね、縫ってあげても、加減してあげてもいいかなと思います。はい、ここね、101なんで、2倍縫いだとちょっとはみ出しますね。はみ出すんで、できれば2倍縫いしない方がいいんだけど、まあ1はみなんだよね。54の108を引いた時だけはみるのかな。なんで、まあ勝負してもいいかなって感じはしますね。はい、84、残りが17ですね。ここは普通ターンで進めてあげるといいのかな。はい、弱いターンで147のところを加減しといてあげましょう。153になりました。はい、強いターン、ここはね、124なんで126の距離があるので、ここは2倍縫いで OK ですね。はい、回心取れました。なかなか普通ターンが来てくれなくて、ここが埋められないっていうね、そういう事態が発生していますが、最強の次に来るんで、ここで17を埋めてあげましょう。見事さ。はい、残り35ですね。ここは加減でいいですね。はい、7。あと7ですね。あと7なんで、7か8。6、7、8を引けば勝ちっていう状態ですね。はい、8引けました。これで大成功ですね。まあ、集中的にもそんなにね、余裕がある感じなのかな。まあ、たまにきつい時はあるけどね。はい、こんな感じですね。大事なのは、その光った時に光ターンを無駄にしないっていうのが一番大事ですね。せっかく光ったのに光スルーして他のことするっていうのが非常にもったいないと思うんで、最大限に光を生かすために、まあ縫い方を工夫するっていうのが大事だと思います。で、あとは縫いパワーがね、どこでどの縫いパワーが来るかっていうのも把握しておく。まあ、ハテナが来た時っていうのは、まあ、ちょっとしょうがないっていうところもあるんだけど、まあ、そこもね、まあ、なるべく光ターンを使ってあげることで、まあ、耐性効率上がっていくのかなと思います。一番最優先は光ターンっていう考え方で私はやってるかな。まあ、他にもいい縫い方いっぱいあると思うんで、まあ、参考程度にしていただければいいのかなと思いますのでね。といったところでね、本日は、妖艶魔女のドレス下の縫い方をね、解説させていただきました。またね、最新装備の方も、何個か縫い方とか叩き方とかやっていこうかなと思いますので、よかったらね、また遊びに来てください。本日の動画良かったよっていう方は高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで本日はこの辺で、またお会いしましょう。バイバイ。